北の桝塚駅は愛知県岡崎市北野町二番役にある愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は06。車庫が隣接しているため一部の列車は当駅を終点とする。島式ホーム2名4線を持つ高架駅である。当駅を境に別車両、別列車になる運用があり対面乗り換えが可能である。 ここで増結して発車する列車もある。本車隣接駅にもかかわらず営業場は長年無人駅であったが2008年に駅構内にお忘れ物取扱い書が開設され合わせて早朝夜間を除き有人駅化された。上り列車は初発1本が1番線から発車する他は2番線からの発車である。下り列車は3番線と4番線から おおむね半分ずつ発射する。トヨタ自動車専用線が存在したが、すでに廃止されている。自動車輸送のために、多数の側線と、広大なモータープールがあった。1971年には10往復の専用列車を、設定、1日140両、自動車、台数1300台を取り扱う、大拠点だった。運営管理は、トヨタ輸送が行い、 神里華社センターと呼ばれていた。このほか三菱自動車専用線が計画されていたが、建設中止となった。愛知県統計年間、岡崎市統計所、移動等円滑化取り組み報告書によると、当駅の1日平均乗車辞任は、以下の通り推移している。住宅と農地が点在する、郊外地域。駅満方に、三菱自動車工業の工場が控え、近年、 駅の東側を中心に、宅地開発が進む。駅の所在地は、岡崎市だが、駅北部と東部は、豊田市との市境に近い。ABCDE 市の明停車場変遷大事典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、114ページ。ISBN 978から4から533029806。53 通報、岡田線岡崎、新豊田間の開業について、鉄道広報、P2ABCD、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年、愛知環状鉄道の30年配線略図、愛知環状鉄道株式会社、2019年、遠いか乗車券のサービス開始日について、愛知環状鉄道、 オリジナルの2019年6月2日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20190602072328/.http://www.aikanrailway.co.jp/.pdf/.pressrelease30128pdf2020 年11月8日 プレスリリース、お忘れ物取扱い書の解説について、愛知環状鉄道 AB 時刻表、愛知環状鉄道 AB、愛知環状鉄道の30年61ページ、愛知環状鉄道、2019年に AB、岡田線、瀬戸線工事士101ページ日本鉄道、建設公団名古屋支社、1988年、岡崎市統計所岡崎市、 移動等円滑化取り組み計画書、報告書愛知環状鉄道、愛知県東計年間愛知県。ありがとうございます。